さんどうもこんにちは、どうもです。さて今回も引き続いてウマ娘プリティダービーシーズン2の第10話を見ていきたいと思います。前回の第9話ストップウォッチでは私は絶対に泣いてはいけない企画を破棄することを決めました。そして新たに絶対に帝王を応援しなければならない企画に変更しました。私は決意しました。どんなことがあっても帝王を応援し続けると決意しました。ということで早速見ていきましょう。ウマ娘プリティダービー、ウマ娘プリティダービーシーズン2の第10話です。 GO! おたまのチャンネル、ほんないきますせ。3、2、1、はい。エピソード10、必ずきっと。てよ、宝塚記念でマックイーンに勝つ、諦めるしかないんか。え、脱退届、脱退まですんの。はい、ということで始まりました。やべ、なんでやろな、このオープニングを聞くだけで泣きそうになってる自分がいる。やべ、なんでやろ、このオープニング最初聞いた時さ、うわーかっけーって言って興奮してたけどさ、明るい曲やのになんかすげえ涙を誘われるねんけど。謎現象が起こってる。ということで始まりました、ウマ娘プリティダービーのシーズン2第10話ですけど、なんかな、ちょっと重たい感じになるんちゃうかなって思ってんけど、なんか帝王は帝王でなんか決意してそうやんな。諦めることに対して決意してるというかさ、なんか割り切ってるというか、もう仕方がないよねっていう風に認めてる感じがしたな。最初の方ではアバンの場面では。でも私は応援したいねん、帝王の走る姿をまた見たいねん。はい、始まりました、必ずきっと。北さん村から、北ちゃんお守り作ってんの、もしかして帝王のために。やっぱり帝王のためにお守り作ってあげてんな、キタちゃん。レースの天才がターフを去るのか。2、3日帝王来てないんや。雑用押し付けすぎた。まあ、リーダーになってたもんなっていうような。どういう作戦？スペちゃん。あれ？ヘンゼルとグレーテルみたいな。ちょっと待って。ほんでもってしっかり、しっかり引っかかってるやんっていう。ありありっつって。超かわいい。戻りか単純そういうことで妄想の世界ね引っかからん引っかからんあら、マックイーン、マックイーンはすごいね、マックイーンは強いね。天王のためにも思って頑張ってんねんな、マックイーン。そしてトレーナーさんも帝王の退部届を受け取ったか。ん？え？ツインターバちゃん、待って、1になってる？ターバちゃん、あ、すごいやん、ツインターバちゃん1位じゃない？ダギャーっつって逃げ切ったすごいやん、ターバちゃん、やるときにはやる子やな。
後先考えない逃げそやな。重症制覇修正のライバルってよ言うてきたよ。ただね、確かに片思いのライバルね家側やな。あら、会長見ててんよ。あ、てよ、会長に会いに来てんよ。わざわざ会長に言いに来たっていう律儀やな。ほんまにやめちゃうんかなっていう。あ、トレーナーさん、またあそこのバーでか、飲み明かすんか、お花さんと。なら遊んじゃおうって前向き あでもなんか、でも私なんかあれやな、笑顔が見てちょっと嬉しいかも。帝王の笑顔が見れて、ずっと落ち込んでてもさ仕方ないからさっていう気持ちで、多分帝王はさなんか笑顔を見せてくれてんねんな。というか笑顔でありたいと思ってんのかな、帝王。高い8万円あ、カラオケ好きやもんね、帝王。歌うまいな、帝王ちゃん。ただ帝王ステップが踏めへんのがちょっと悲しそうやけどそれ証明書やで、帝王ちゃんプリじゃないよなんか一人を満喫してるけど、そうやんな、そうやんな、虚しくなっちゃうよな。あ、北ちゃん、お守り渡しに来てくれたん？削れないよね、もう走るのやめたから。うわー、きついな。他の子もヒュンにした方がいいよ。きついなそれ、帝王が言うのもきついよな。そんなことほんま言いたくなかったんやろうけどな。挑戦状？ツインターボ？あ、そっか、ターボちゃんの挑戦状。ターボちゃんいつの間にそれ貼り付けてたん？治っても前のような走りはできない。私も帝王ちゃんの走りみたいな。
トレーナーさんにもトレーナーさんなりの考えがあんねんな。うんうん、花さん、いい女や花さん。なんていい人や。今日は飲みまくろうぜ。スピちゃん、あ、出よう。スピちゃん、ステージ？あー、あ、走れはできひんけど、ステージで踊ったり歌ったりするってこと？ほんまにさ、手よ、走れへんくなっちゃうん、これから。マックイ、いやー複雑やんな。タボちゃんかわいい、タボちゃんかわいい。あ、秋のファン感謝祭、感謝、感謝、感謝祭。タボちゃん体力ない。ツインターボっていうぐらいなのに勢いはすごいの。最初から全力。えれ、アホっ子か。やっぱタムちゃんアホっ子やな。相変わらずやな、この二人は。ゴルシュは何してんの？ゴルシュは一体何してんの？パソコンで。スメちゃん、スメちゃんずっと泣いてんの。スメちゃんっぽいな。私はまだちょっとさ、テヨちゃんが走る将来を諦められへんねんけど、でもなんかもう大きいやん、ダブルジェット。
2人のやり取りがさちょっと重たくて何もコメントできひんかった。あらオールカマーの日感想しないとかぶってる。あららららトレーナーなんとかしようってなんとかできる問題なんそれタボちゃんかわいいな泣き顔。ええトレーナーなんとかできんの。えどうやって。耳どういう作戦？何が始まんの？ああ、感謝者に向けてみんな頑張ってる。帝王も衣装かわいいな。東海帝王ミニライブいいな。でもすごいな。帝王だってさ足怪我してんのにさステップ踏めるんやちゃんと。ファン祭り。いいな文化祭みたいな感じかな。ちょっと待って。え？ちょっと待って。覆面馬娘？目立つぞ、それは。逆に。ああ、感謝祭。会長は実行委員やってんや。スペちゃんまだ泣いてるずっと泣いてるスペちゃんさよなら。ほんまにこれ終わりなんかな。ほんまに終わりなんかな。すごいな帝王みんなに愛されてるわめちゃくちゃ。うわこんなにそんねんや。すごいな。きたちゃん、きたちゃん、ああ、お守り持って。帝王、私も待ってるで。帝王が走る姿を待ってるで。そうやんな、あの頃の姿に重ねちゃうよね。トレーナーわーすごいな。みんながえ何え？え？どうしたそういうことやった。ターボちゃんが映ってる。あ、そういうことか。そこで見せられんの。え、そっか、見せてほしいって言ってたもんな。
一日なこと言うな。タオボちゃんすごい、タオボちゃんすごい、一番しんどい。あ、ナイスシャワーも。テイオーテイオーマスクテイオー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 しんどっ。みんなの顔よ。ねえ、猫いつみたいな。よかった、よかったみたいな顔してる。覆面仮面たちも後ろにいるやん。ターボちゃん、よう頑張ったね、ターボちゃん。ターボちゃんのおかげですごい勇気もらえて、テイヨーも走る決意ができたんやで。ああ、ライブ見たかったな、テイヨーの。はい、ということで見終わりました。モーマスネプリティダービーシーズン2の第10話でした。とても心が穏やかになりました。泣くっていいね。心が穏やかになるね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やー